劇作家、脚本家、映画監督として多くの作品を手掛ける三谷幸喜の映画最新作に、大竹しのぶ、ゆうかおる、小栗旬、西川貴教ら、多彩なメンバーが出演する。三谷は脚本と監督を務める。この映画は、ギャラクシー街道、というタイトルで、登場人物は全員宇宙人という設定。三谷の世界観で展開される、宇宙人だらけのスペースロマンティックコメディ、となる。すでに主演に香取慎吾、ヒロインに綾瀬はるかのキャスティングが発表されており、今回、未発表キャストが明らかになった。ゆうかおりは、主人公のハンバーガー店主のア、香取、が今も思いを寄せる元恋人霊役、小栗は正義の味方であることを隠し続けるスペース警備隊鳩屋隊員役、西川はマグロバーガーが大好きなカエル型宇宙人ズズ役、大竹は怒られるとすぐパニックになるスペースパートタイマーの花さん役をそれぞれ務める。他にも、遠藤健一、段田康則、石丸幹二、秋元はじめか、阿南健二、梶原善、田村理香、浅野和之、山本浩二、西田敏行など、実力のある役者たちが脇を固める。キャスト陣について三谷は、今作はワンセットでのセリフ劇。超回しも多いので演技力に加えて、集中力も必要、しかも宇宙人。そのため、上手い役者さんを中心にキャスティングをした、と語る。大竹に対しては、芝居の上手さは群を抜いているし、何よりチャーミング。引き出しの多さに驚いた。小栗は、正義のヒーロー役なので、立ち姿が絵になる人に演じて欲しかった。とても間が良くて、コメディアンとしても抜群のセンスを発揮してくれた。ゆうかおりえは、出て欲しいとずっと思っていた。今回は可愛いだけじゃない有効を見てもらえると思う。西川へは、ミュージカルナンバーを入れたいと思い、宇宙を背景にフランク、シナトラのように歌い上げる歌唱力のある人ということで、お願いした、と、それぞれコメントを述べている。ギャラクシー街道、は、10月24日から全国で公開される予定となっている。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。